時空を旅して未来を救え、クロノトリガー実況プレイ、パート、いくつだ？ごめんなさい、忘れました。ごめんなさい。実況者の直樹と申します。前回の続きですね。前回、何やったっけ？あ、そうだ。現世に戻ったところで、わけのわかんない動物やつと戦って、で、まあ、それが終わって、またこの時の最果てまで戻ってきました。広場のゲートを使って戻ってきました。で、次、中世ですね、 AD600 年の方に行きたいと思います。いいんだよね、ここは違うもんね、ここの過去だし、 ここですね、ここに戻ってきました。で、 AD6 年の中世に行きたいと思います。なんで一回こっちに来て間違えたかなと思って戻っちゃったんですけど、実は戻んなくてよかったっぽいです。うわー、なんかデジャブだ。かったる。逃げました。ちょっとだけ、ちょっと積むの嫌だったんで、少しだけどんな感じになってるのかなってちょっと見たんですけども、まあ見て、いくつか分かったことがありまして、これいくつかマルチエンドがあるらしいですね。てか、マルチエンディングか。って、これ知ってる人が見たら今更かよって思うかもしれないですけど、それすら知らなかったです。で、とりあえず行きましょう。民家。なんでも魔王軍がゼナーの橋まで来てるっていう話じゃないか。一体どうなっちまうのかね。あ、そっか、魔王との戦って400年前だからか。あとなんかマーケットとかありますかね。ちょっとだけアイテムを見ていきたいと思います。せっかく来たんだ、見るだけじゃなくてぜひ買っていってくれ。まあいいものがあったら買っていきますよ。うん、すべてあれですね、介護感というか全然欲しいのないですね。毎度また来てくれるような。もう来ないかも。よいしょ。という前、冗談を置いておいて、この金の関数も近いんだが、国王軍が魔王軍に敗れて、ガルディア門も負傷された。買いどころじゃねえやなと、あ、まあ、来ちゃってるんだ。私はこのリーネの金が平和の世に鳴り響く。そんな日が来るって信じてるの。どんな時でも希望は失われないように。じゃあ行きましょう。多分これは城に行くのが正解なのか。こっち教会ですもんね。よいしょ。じゃあ行きましょう、ガルディアの森。モンスターがシルタ落としていった。あ、そう、行きましょう。ガルディア城でないものだ。なんだお前か。え？魔王軍に押されていたがもう大丈夫だ。勇者様が現れたんだからな。勇者様、今ここを通って王に会いに行かれたよ。行きますか。おお、黒の頭脳、ついに伝説の勇者様が姿を現したのじゃ。つい先ほどここに立ち寄られ王に会いに行かれましたぞ。王は行っちゃおう。そこまで会いに行きましょうって言いたいのが、王ってどこだ？こっちは女王がいた方ですよね。こっちか。あ、アイテムコインのなかった今。100ゴールドを手に入れた。あ、まあお金は大事だからね。たかが100ゴールドが言ってるんですよね。おいたわしや。王は魔王軍を前に自ら剣を取り戦ったのです。もし伝説の勇者様が現れたという知らせを受けなければ、王は引かずにあのまま戦死されていたやもしれません。
きっとサイラスはあの少年をよこしてくれたんですね。あ、このままではリーズ様も参ってしまいます。話聞けないのかな、このおっさんには。ブロンズアーマーを手に入れたと。ちょっと話聞けそうにないかな。私は自分が恥ずかしい。はじめあのお方を勇者様とは気づかず、ただの小汚いガキだと思って蹴飛ばしてしまったのです。しかし私は許されました。なんと心の広い人物でしょう。さすがは勇者様です。ああ、あれねまあこれ多分分かる人は分かると思います。王は部屋で寝込まれている。じゃあさっきの部屋でよかったよね。ユイネ様も王の部屋で寝ずの看病しておられると。さっき聞いたけど王に会いに行かれたと。あそこでいいんだよね。あ、じゃあなんで何のイベントに行けなかったんだ。あ、こっちから声をかけ、あ、おう、黒の、あ、もう、私も、年老いたかな。サイラスの消息がつかめぬ以上、あのバッジを持った少年こそ、世の残された唯一の希望。少年は魔王を倒せる伝説の木を求めて、南の大陸へ向かったよ。なるほど、これでじゃあ南の大陸へ行けということですね。じゃあ行きましょう。南の大陸こっちか。じゃあまた南の方に行きましょう。ここで何？毎回シュートを取りまくることができるってこと？そんなアホな。じゃあ南の大陸に行きましょう。その前ちょっとセーブ。はい、現れた伝説の勇者ということで、じゃあ行きますか。ゼナンの橋。食料が底をついてしまった。ガルディア城からの時はまだか。もう食料がありません。我々の力では魔王軍に勝てない。情けないことだが、勇者様だけが頼りだ。勇者様を守って騎士団の精鋭が突撃を開始しました。橋の真ん中で騎士団と魔王軍が激突したようだ。頑張ってくれ。しかし勇者様の強い力で魔王軍を打ち破れるんだろうか。バッジを持った、あ、勇者バッジを持った勇者、おとぎ話だとばかり思っていた。今となっては勇者さんの力を借り、あ、信じるしかないと。じゃあ行きましょうと。いや、行けない。もう知ってる。え、行かせてくんないの。なんでいけないの。これだってまっすぐいけないもんね。どうすりゃいいんだこれ。あ、ちょっと止まれるんだ。ああ、北欧軍が前線に敗れ、魔王軍が橋まで攻めてきてるって話は本当か。あ、いや、伝説の勇者が、さっき聞きましたね。あの人に行って食料を置いてもらえないのかな。まあ、さっきここ飲んだくれじじい。話聞かせる。
あんた聞いたかね、現れたんだよ、ついに。伝説の勇者様がね。それで王様に会うため城に向かったって話だ。いや、これで魔王軍もおしまいだな、と。とりあえずじゃあちょっと城行ってみますか。城に行って、今の報告をしてきたら、援助してもらえるとかそんなんないのかな。だとすると、地上に助かるんですけども、ここら辺変わんないか。変わんないな。こっから食料運び出してやれればいいんだけど、そんなことできんのかな。あ、そうか、ここのこっち側に兵団の部屋があるんだっけ。王様頑張ってんな、しっかりしな。あ、勇者が現れたって話だが、冷静な職員もそこ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 を打つところ、青梅ついに三大将軍を戦いに投じてきやがった。あ、三大将軍やってきたんですね。で、あいつさっきなんか言ってたよね。騎士団長でナンバー死に行かれたか知ってんで、さっき言ったんだけど食料はそこ尽きてんだよ。だってさっきあの話聞いた感じだよ。あ、料理長は前線に届ける食料と王に体力をつけようと大忙しだと。こっちに行って食料が少し来てること言えばいいのか。ゼナン長、料理長ゼナン橋への食料も急がないと。あ、何兄貴が、おめえたちだ、てめえたちだけはこの国を守ってると思ったのびっくりだ。あんた、いつまでもこんなつまんない字張り合ってんじゃないよ、とこだろ。てんてんてん。うせえ、おめえに何がわかる。バカだね、男ってな。ああ、言ってますけど、委員長はいつも父団を、父長を心配してますよ、と。そらそら。知ってんだけどさ、食い物をよこしてくれよ。運んでやっから。って手に入れたと。それ食材運んでってやりたくても運べねえじゃないか、これじゃ。違うのかな。まあいや、こんなことやったらちょっと時間がなくなってきてしまったので、いった、あ、待ちな。来たイベント。はあはあ、これを持ってってくれ。ハイパー星に手に入れたと。それか、こいつはお前らにだ、持っていけ。パワーカプセルを手に入れたと。それからあのバカに言っといてくれ。生きて帰ってこないと承知しないとな。というわけで、よかった、ギリギリで進んだので、では、このハイパー星肉を持って、行きたいと思います。ここまでご視聴くださいまして、ありがとうございました。よかったらまた次も見てください。それでは。